非常階段で、活動していて、非常階段がその非常に、ステージで暴れるとか、物を投げるとか、そういうことの方ばかり注目されてしまって、どっちかっていうと、その音に集中したいみたいなのがあって、ノイズをやりたい、純粋にノイズやりたいっていうのがあったので、ソロの、その、しかもレコーディングだけやるユニットとして、その前から、宅録とかみたいなことはやってたんですけれども、81年頃ですかね、に、一応インキャパシタンツ名義でソロのレコーディングを始めたというのが、最初の経緯です。で、ライブをやってほしいみたいな話も、来るわけですね。で、僕はソロで、当時はやる気はなかったので断ってたんですね。だけど、どうしても、受けないといけないようなことが出てきて、それで、人を誘って、やったというのが結成というか、ライブに関してはそれが最初の経緯ですね。倉本さんっていう、今、月刊カエルっていうミニコンみたいなのをずっと続けてる方が、関西にいらっしゃるんですけど、その方がクラリネットで、私がノイズみたいなセッションを、京都の、当時もうないですけど、ディービーズっていうところでやったのが最初ですね。で、その後、彼とはその1回限りで、1回やるとですね、また後からも話が来て、で、当時結構親しく交流していた、鼻たらしの山塚くん、山塚愛ですかね、と2、3回、2回ぐらいかな、スタジオ入ったりもして、で、ライブを、関西でやってたというのが最初の頃の話です。で、僕はその後仕事で東京へ来まして、で、それが86年かなぐらいに来てですね、で、おとなしくしてたんですけれども、やっぱりそのこっちへ来て、東京へ来てしばらくすると、そういう話が出るようになって、で、誰かとやんないと、さっきも言ったようにソロでやる気があんまりなかったので。でも山塚君はまだ当時は関西にいたんじゃないかと思うし、連絡も取れなかったんで、誰とやろうっていうことなんですけど、小堺君と最初にどこで会ったかってよく覚えてないんですけどね。今、高円寺に移った荻窪のグッドマンっていう、フリージャズの喫茶店、ライブやる喫茶店があって、そこで、ハイライズの、南條さんという人と一緒にライブやったりしたら、で、その時に結構ハウリングみたいな音を使って演奏してて、いや、今日は非常階段みたいなうるさい音になったなって言ってたら、後ろの方でトコトコって出てきて、僕非常階段のメンバーなんですけどっていうことで、そこで初めて知り合って、ただその時は美川さんまだ大阪に住んでたんで、その話で終わりで、でその後に、あれが84年だったかな、東横、今はもうなくなっちゃったんです、渋谷の駅の上に東横百貨店の中に東横劇場っていう劇場があって、そこで非常階段とかタコとか、ライブがあって、その時はもう就職してたんで、仕事はちょうどその時は渋谷で働いてたんで、終わってから見に行ったら、楽屋に遊びに行ってですね、で行った時に非常階段も出てたんで、美川さんと再会して、テキサスインストルメンツっていう、コンピューターのですね、LSI とか作ってるところに、やっぱりそういうゲーム用だったかな、機械の、この ICLSI を使って、いろんな音が出る発信機っていうのがあって、それのことの話、美川さんと話になって、ほんじゃっつんで、その回路図コピーして送ってもらったりっていう、そこら辺から話が始まって。で、それもあって、その後東京来てから彼のライブとか見たりして、で、一緒にやるんだったら声かけてみようと思っていて、声掛けをしたというのが90年だか91年だか、そのぐらいですね。
面白い人でしたね。すごい、なんだろう、パワフルだし、ノイズについても、まあ、彼は別にノイズだけではなくて、いろんなことを今でもやってるんですし、当時もやってたと思うんですけれども、僕はその辺あんまり断片的にしか知らなかったんですけど、一緒にやってくれるっていうだけで逆に言うとありがたいみたいな。いや、面白い人だし、いい人だなっていうか、やっぱりそのマニアックで、細かい人だなとかね、ことは思いましたけどね。ただ、もう本当にそういうノイズみたいな音にかける、その、なんていうんですかね、愛情とか意欲ってのはすごい人だなっていうのは、もう分かりましたよね。
でその頃のライブで印象深かったのがあれですね、あの東十条っていうところにギグホールっていうライブハウスがあって、すごい結構大きなホールだったんですけども、でなんか知らんけどこうノイズばっかりみたいなのを集めてよくライブやってたんですけども、まあ、大体広いあの渋谷のクワトロぐらいのホールにお客さんが 5,6 人とかでガラーンとしててですね、で自分たちこうやって自分と2人でこうやってわーっとやってるんですけど、ふっと目を開けると、まあ、当然反対側に PA 席があるんですけど、 PA のオペレーターのお兄さんがこう PA 席に座ってなくて横でこう腕組んでタバコ吸ってるんですよね。後でもう行かないとあいつだけは絶対許さねえみたいな感じです。昔はですね、その全然相手にされてないなみたいな感じがあって、僕はあの最初にやった2回目ぐらいかな、小坂井君とやった2回目ぐらいのライブの時って途中で PA 出ていっちゃいましたからね。なんか出ていくのが見えてですね、ライブやっててなんだこいつって思って別にいてもいなくてもいいと本人が思ったんでしょうね。俺がいても関係ねえやというふうに多分その人は思ったと思うんですけど、まずそういう認識を持ってるところが多かったっていうのは事実じゃないですかね。でハウリングさせたらエラー怒られるとかねじゃあ今日の演奏なんかできねえじゃんみたいな。二人に共通しているのが、NHK の教育番組みたいなんでクリスタルイヤホンっていう、まあ、イヤホンなんですけども、すごい原始的なやつで、まあ、今も秋葉原で細々と売ってたりするんですけど、まあ、ラジオ工作用で扱いが簡単なんでね。でそれを、イヤホンじゃなくて、ピックアップにするマイクにするっていうその工作のがあってのが放送されてて、で要はその聞く耳のところを取ってですね、その音を振動で音を出す素子のところをむき出しにして、そこにマッチ棒を立てて、でマッチ棒に火つけてボワッっていう音が取れるっていうのを番組やってたんですけど、僕それ見ててやっぱわなんか面白い音の作り方があるんだなっていう。でそしたら美川さんもやっぱりそれを見てたらしいんですよね。で中学校はなんか技術部っていうよくわかんないラジオを作ったりするのクラブにいて、でそこで電気少年だったんですね。でそれで変なその発信機とかを後で作るようになる土台があったみたいな。あ、そうですね。怪物とかあんま分かんないんですけど、あの配線図があれば物は作れるって感じなので。インキャパシタンツその さっき参加した時に1回だけ練習したんですね。新宿のちょっと、小汚いリハスタで練習したんですけど、ノイズだっていう話聞いて思ってたから、こうなんかシンセとか持ってったのかな、例えば自分の当時持ってた機材持ってってゴーッとグワーッとかいう音を出してたんですよね。それ美川さんがポッと一言、いやそういうなんもっと音にメリハリが欲しいんだよねって言われて、あそうなのかみたいなね。でその時よく美川さんが最初の頃あのインキャパシタンズ入ったセッティングの時に使ったのはあのドラムスタンドのハイハットってありますよね、シンバル あの動くシンバル、あれにさっき言ったクリスタルイヤホンを突っ込んでピックアップにして、その音をそのガシャガシャガシャって音をあの要するに拾ってきてそれを拡大するみたいなのやって、であそうか
そういうのを見ながら、あ、美香さんが求めてるのはそういう音なんだなみたいなことで、自分もちょっとすごい触発されて、まあ、そこからいろいろ考えるようになったって感じですね。ご存知ですかね、ジェフ・ミルズっていうテクノの、クリエイターの人がいて、 DJ クリエイターの人がいて、でやっぱりジェフ・ミルズってなんかすごいすごいみたいに言われてて、じゃあ見てみようと思って見てたら、重要なのがそのフィルタリング、だから同じ曲でもその高音域をカットしたり上げたりとか、低音域を逆にカットして上げたりとか、あ、こういうもんで音の聞こえ方が違ってくるんだみたいなね、ここをこう、あの高音域とか高音域をガーッと聞かせる、あとはさっき今度は低域を聞かせるとか、さっきその最初に言った美川さんが言ったメリハリ、そういうものを与えていく、いかないと結局でかいのでただボーッと鳴ってるだけっていうのは音楽って面白くないんだなっていうのは、だから最初の頃はね、正直まだうまくいかなかったんですね。もう出したいんだけど、やっぱり自分の好む音とか出したい音と違うっていう違和感があって、でも何とかして出したいんだけどよくわかんないやみたいな感じで、ずっとジタバタしてたんじゃないかなみたいな感じがするんですよね。まあそれがだんだんこなれていって、まあ出せるようになったのかなっていうのは、まあ92、3年ぐらいですかね。やっぱ3年か4年かかったのかな。ない限りノイズなんかで食えるわけがないので、世の中世界中見渡してもそういうので食ってる人、まあ、何人かはいますけど、ほとんどみんな仕事してますよね。やっぱりノイズずっとやってきて、もう非常階段から言えばもう30何年になるわけですけど、結構やめる人が多いんですね。でそれはもったいないなと思うことが多くて、だからやっぱ僕はやめないでほしいなと思うし、やめないためには経済的基盤を固めないとなかなか続けていけないんだろうなというふうに、まあ、これは別にそのノイズに限らず、あのロックでも何でもそうだと思うんですけど、ロックの場合は、まかり間違って売れたらそれで食えるというのはあると思うんですけどね、なんかそういう幻想を鼻から捨てて、そうではなくてちゃんと固めて、でそれでノイズをやるんだ。その美川さんがよく言うように、経済的な、ね、基盤がしっかりしてないと音楽なんてできやしないっていうのは、それもあるんですけども、やっぱ音楽だけの生活みたいになっちゃうと、なんか自分の感覚が鈍ってくるんじゃないかなみたいなね。その音楽やる上でも仕事をやったりとか家庭を持つとかっていうのはすごい僕にとってはプラスですね。まあ、当然やっぱりその仕事やったら休めないから、なかなかライブがうまくできないとか、子供がいるとその時間取られちゃうから、ね、練習したり音作ったりでもできないっていう、まあちょっとそういうストレスはないわけじゃないですけども、でも多分そういうもんがなくなっちゃうと、こういういろんなね、来る、例えば多分ここにこうやっている人のほとんどなんてノイズなんて全然あることすら知らない。でもそういう人のがいるっていうことを考えながら音楽を作りたいなっていう、もちろんこんなノイズなんてさっき言ったように
1000人いて1人か2人聞くかみたいなもんやってるわけですけど、あんまりそういうその外側にいる人のことも自分は考えたいな。やっぱり音楽、こんなそういった1000人に1人しか聴かない音楽でも、そういう他の人に届けたいっていうのがやっぱりあるので、やっぱそういう感覚はあまりなくしたくないなっていうのがありますね。でしょうね。いや、そのかっこいいことを言えばね、そういう今まで聞いてなかったような音、あるいはその僕はいつも言うんだけど、ノイズっていうのはそのあらゆる音の成分が入っているっていうふうに思っているので、芳醇な音だということで、そのまあ新しいリスニング体験っていうか、そういうものをもたらしてるってことはあるのかなって気がしますけど。まあ、でも端的に言って嫌な人はやっぱり嫌なんだと思うんですよ。でそれがそのまあ嫌よも好きなうちなのか何なのかよく分かんないけど、快感に変わってるっていうのがあるとは思うんですね。聞いてて楽しんでる人はやっぱりそういう人が多いと思うので、だから別にそのノイズだからどうっていうのはあんまり実はないんじゃないかなと思っていて、例えばですね、ロックのコンサート行って前の方でですよ、スピーカーの前で爆音でなんか鳴ってるような聞いてたらあんま変わんないと思うんですね。体験的にはですよ。でまあ一緒になって歌うとかそういうことはできないと思うので、でも暴れるやつは暴れてますよね。縦乗りしてなんかよくわかんないけど、リズムないのになんで乗れるんだろうなとか思わなくもないけど、でそれはやっぱり突き動かすものがあるし、あの一体感が妙に生じるケースもありますね。
ライブで評価されてるところはあるよねっていうふうには実は思っていて、それはまあ8割方小堺君のおかげだというところですよね。まあ、あの動きとか僕はほとんど動かないですから、まあ、ちょっと動くけどたまにでそういう、まあ、ノイズやりながらアクションしてっていう、まあ、どっちかというとそのプロレス的な、やっぱりまあ、三河さんも多分答えてると思うんですけど、なんであんな飛び上がったりして別に発信機で音だとスイッチを押すなピッとこうやれば音が出るわけで、何もこう飛び上がってやる必要は全然ないんだけども、やるかったら、まあ、見てる人が退屈しないようにっていう、もちろん自分はやっぱ音楽やってるつもりなんで、インキャパシタントでも、だから音の演奏ってのはものすごい重要なんですけども、だけど音楽ってやっぱ特にライブ演奏っていうのは音だけじゃなくて、そういう動いたりとか動きっていうのもすごい重要なんじゃないかなと思うんですよね。ちょっと思い出したんですけど、昔まあ、僕がやってる宇宙エンジンって6番、まあ、CCCC にもいたんですけど、長久保ってベースのやつがいて、ある時インキャパのライブ見てたら、三河さんの方かな、なんかアンプの音が出てなかったと、 なんだか知らない、断線してたんだかなんだか知らないけど、でもなんかこうハーッとやると俺の中に音が聞こえてくるんだよみたいなね、ライブってそういうもんがすごいあるんじゃないかなって気がするんですよね。結構僕そのインキャパのライブパフォーマンスやるにあたって影響を受けたっていうか、すごいサジェスチョンもらった本が、芦原英良っていう舞踏の評論家なのかな、シャンソンとかの舞踊と身体っていうのがあって、でその中でその歌舞伎役者がその演技を広いホールの隅々まで行き渡せるのはその目力、視線の強さみたいなものが必要だ、要するに観客一人一人を見ていくみたいな、それでホールの中にその芝居みたいな体の身体の動きを伝えていくみたいな、そんな趣旨だったと思う。もうしばらく読んでないんで忘れちゃったんですけど、だから今言ったその実際はアンプが壊れちゃって音が出てないのに音が聞こえるみたいなね、ことをするのはやっぱりそういう身体的なアクションとかも演奏のうちなんでね、今よくご覧になってる方、缶にピックアップを付け合わせるんですけど、あれでこうテーブルの上に置くと置く向きで音が変わるんですよ、ビーオワーってね。あ、そうか、こうそれが演奏中偶然自分で見つけたんですけども、あ、そうか、音の変化ってこういうんで出るのかみたいなね、エフェクターでこうやってやるんじゃなくてみたいな、でそれが向きを変えるっていう身体的なもんで音が変わるっていうのは、まあ、自分にとってもすごい好都合っていうかね、アクションを音にしていく、同一化していく、だから自分の体を楽器にしていくみたいな。いつも機材はできるだけ現行品、要するにいわゆるレアなもんとか特別なガレージメーカーが作ったものじゃなくて、
あのローランドとか普通に売ってるものを使ってやるっていうポリシーがあるんですけど、何かって言ったら壊れても取り替えが効くようにする。それは何かって言ったら、その壊れて例えばすごいヴィンテージなエフェクターとかで壊れちゃう、これが壊れちゃったら僕の音が出ないってなっちゃうとそれは困るんですよね。だからあの持ち上げてこう投げる時ももうあのそういうこだわりがあったら、これ壊したらまずいなとかあったらやれないわけですよ、やっぱり自分だったと。だからもう壊れたら交換してもいいやみたいな感じだから、ああいうふうにするみたいなね、ことができるみたいな、そういう用意をするっていうのはありますけどね。インチパの場合はですね、難しいのは音がでかすぎて、あの相手の音と自分の音がよく分かんなくなることが時々あって、でそれでもいいと思って自分の音がとりあえず聞こえればまあいいかなでやってるとこはあったんですけど、最近はなるべく聞くようにはしてますけどね。でもまあ全体として出来上がってる音空間っていうのはインキャパになってるよねっていうところが、まあ味噌っちゃ味噌なんですかね。まあ、最初に打ち合わせは多少するんですよ。どんな感じで始めようかぐらいは静かに行こうかとか、いきなり最初からスタートダッシュかけるかとかね、そういうことは言うんですけど、でまあ大体の時間ですよね、やる演奏時間と、その辺めどに、展開を考えながらやってると。わかんないんですけども、4年生ぐらいの時から音を出すっていうことがものすごい興味があって、で私が通ってた小学校公立校なんですけども、なんか音楽教育がすごい充実していて、でブラスバンドっていうんですかね、それがあって、でそれもドラムスとか入れてやってて、でそれはものすごいかっこよかったんですよね。自分もその音楽部に入りたいなと思ってオーディションを受けたんですけど、なんかリズム感悪いって落とされちゃって、なんかそうですね、もうとにかくなんか4年生ぐらいの時から音を出す音楽っていうか
それは好きでしたね。あ、だけど小学その低学年の時に親からピアノを習わされてて、まあ要するにバイエルとかの教科書を弾くってやつなんですけど、もうそれは絶望的にダメでしたね。で、嫌だったんですよ。だからもうその時から多分そういう他人のルールで音作るっていうのがダメみたいな性格だったのかなっていうのぐらいですかね。本当によくロックバンドで一番何が好きですかとか言われるんですけど、困る、それが一番僕困る質問なんですよね。誰それに憧れて何か始めたと、例えばドアーズでもいいですけど、裸のラリーズでもハイノさんでもいいんですけど、その憧れて始めたっていうのがなくて、もうとにかく音が好きで、なんていうのかな、もう本当に、でいわゆるそういう音楽が好きっていうよりも、だからこういった波の音とか、そのなんか街で走って聞いたカキコキンとかいう面白い音とか、とにかく音を、面白い音を作ったり聞いたりするのが好きっていうのは、まあ多分子供の時からそうだったんだろうなみたいな感じですね。はい。単純に好きなんだと思いますね。ノイズを出していろいろ音作ることが好き でライブはライブでまあ楽しいですし、だからできる範囲で続けてるっていう、まあもうそういうことでしかないですけどね。別にそんな使命感持ってやってるわけではないので、結局そういう音が好きなんだ。もう一つ言うと、プログレ好きだったけどプログレはできないのでっていうのはあるんですけど、やっぱライブの機材チェックとか、まあ、あの当日の朝とかやるんですけど、ちょっと廊下でこうやってやってピーカーガーってやると、また父ちゃんが変な音出してるよみたいなあ、それぐらいかな。まあそのうちでもあれですね、 YouTube とか検索して父ちゃんこんなことやってるみたいなの知るようになるのかなみたいな気がするんだけど、まあその時にも一応説明はできるようにしとかないとなとは思ってますけどね。